どうも、エルザです。それではアンチャーテッド、ね、砂漠に眠るアトランティスやっていきたいと思います。ということで、そうですね、3作品の中の最後の一つ、こちらの方やっていきたいと思います。人は様々な夢を見る。闇夜の静寂の中、心の奥底で夢を見る者は目覚めてその虚しさを思い知る。起きて夢を見る者は危険な輩。必ずや夢を実現しようと行動するからだ。それが私だ。手上げろ。やってて楽しいか？面白いじゃん。温かい歓迎だ。 OK です。すまんな諸君、常に油断は禁物で。あんたが頼むとか。ミスター・サリバン、それにミスター・ドレイク。そうだ、持ってきたか。先に金を見せてもらおうか。カッター、全額揃って。では指輪を。本物か確認させてもらう。もちろん。銀だな。16世紀でエリザベス様式のデザイン、フランシス・ドレイク教のモットーが彫ってある。これはどうやら本物のようだ。本物に決まってるだろ。一つ聞きたい、どこでこの指輪を手に入れた？知ってどうする。これでクライアントもご満悦だ。ちょっと待て、サリー、これは偽札だ。ミスタードレイク、保証しよう。お前の言う通りだ。サンドル札ぐらい分かりやすい偽札だ。こいつは一体どういうつもりなんだ？それはこっちが聞かせてほしいが。やってらんねえぜ。取引はなしだ。あんたはクライアントに言うんだな。自分の責任だって。行こうねえと、こんなとこおさらばだ。お前たちに選択する権利などない。指輪を渡して金を持って紳士らしくこの場を去るんだ。今のうちにな。おとなしく言う通りにしろ。こそ泥目。私がか？じゃあ君たちは何だ？さあ、でもいきなり大事な指輪を渡すっていう、なんとも今までなかった展開が。おお、アクションもちょっと映画っぽくなってるね。おお、サリバンやるじゃん。くそったれ。捕まれたら連打。増えたね。休んでる場合か。よし、てめえは終わりだ。
アクション性がめっちゃ上がってる。すごいすごいすごい、全然違う。2と動きが、滑らかさが違う。いやー、でもなんで指輪を渡すことになったのかちょっと気になるね。あれ通れない。なんで。よう、でかいの任せろ。よし、今だ、やれ。いやー、ジジイ、やめとけ。おおさあ、チャプター1、イーストエンド流の歓迎と。近くの敵を投げるには左スティックで方向を決めて丸を押す。それ、おごりで。はい、おごり。アクション性が。プライベートパーティーか、参加していいのか。あ、どうぞどうぞ、参加しちゃってください。はい、サウンド。やっちまえ。それだけだ。いやー、乱闘多めだね。何やってんだ。お、ナイス。あっという間に乱闘になっちゃったな。ほんとだね。はい。うわ、トイレ。いや、それはきついって。汚ねえな。来いよ。よし、少し休憩させてくれ。ったく。おお、だいぶ強いね。よし、もっとやってやる。よし、開始。どうしたどうした。行き。やめた方がいいぞ。やばい、それはやばい。あれであの中に入るのは、あ、怪我は、心が折れた。確かにね。行くぞ、ネイト。裏口から出よう。心は折れたな。やっちまえ、じいさんを捕まえたぞ。じいさん。これでどうだ。入れ入れ。おい、いけるか。アクション性が面白い。全然違う。次から次へと。まだまだ、ほら来い。生意気なアメリカ人民、口札にもね。待て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 、水さんもいい。そうだろう、じいさん。はい、動くな。ご機嫌よ、ビクター。ケイト。相変わらず可愛いお弟子さんとお宝探し。そんな年にまでなってみっともないわね。あんただったとはな。
雨に濡れるとお化粧が落ちるぞ。相変わらず身の程知らず、怖いもの知らずのようね。あなたが本当に恐れているものは何？銃も血も怪我も恐れない。むしろそういうものに興奮する。違うかしら。死をも騙す男、いっそ。やめろ。サリバンさん、大事なお弟子さんを傷つけたりはしない。私は欲しいものを手に入れるだけ。返せよ、このまま。勝った。なあ、おい、うるせえ。このバカ者。なんでです？ただのゴミでしょ。ご主人様、すぐにここを去らねば。こんな間抜けなコンビはいなくなって当然だ。でしょ？さあ、ゲーム終了かな。いやー、ケイトか。デトバのケイトも老けたらあんな。まあまあ、それは置いといて。いやー、でもちょっとあの後どうなったの。いや、これ過去に戻った。20年前。はあ、20年前って。よし。さあ、若かりし頃という感じかな。偉業をなすのも小さな一歩から。まあ、よく言ってたやつだね。犬。はあ。まあ、よ、メモしてあるね。このメモってこんな小さい時から持ってたんだ。へえ、すごいね。それはゲットしていいのか。ガレーセントロングボード。船の先だよね。創造主の半身像。はあはあ。まあ、ところどころ上ボタンは出てくるけど。違うか。気にしなくてはいい感じかな。違うか。違うね。上の階かも。そうだね、2階行こう。あー、ちょっと幼いから口数は少ないね。生い立ちはでも確かによく分かってないもんね。コンパスね。確かこの辺なんだけど。違う。これではない。その船は？違うね。どこだどこだ？これあった。
ああ、ネイサン・ドレイク。この指輪なんだ。はあ。この左色のやつは？あれ？あら、追い出された。なんて言ってるか全然わかんない。あ、自分は喋れるんだね。どこに行くんだ。あれで下準備は OK って感じか。いやー、20年前のサリバンか。後をつけなきゃ。さあ、ちょっとついていこうかな。カクテルオブジェクトは移動するよ。おっちょこちょいよね。角を曲がるには左スクを倒しながら、司令と取っていったね。おう、一つもらっちゃえ。そりゃそうなるわ。どうせ腐ってたし。どこに行ったんだ。いたいた。そうだよね、この二人の出会いの話は一切なかったし、そのネイサン・ドレイクを名乗るっていうかね、そのあたりもちょっと気になりはするけどね。肉屋。あら、普通に入っていった。何してんだ。いやー、なんか悪そう。鍵がかかってる。上に行くみたいだ。ってことは登るしかないよね。なんとか上に行かなきゃ。この当時からこんなんできるんだ。いや、そりゃすげえな。上はいけない。はい。で、これで。ああ、そういう感じ。はあ、じゃあ、左だね。はいはいはい。さらに上行って、わざとつけさせてるような気もするけどな。せがす気はないがすぐに頼めるかな。いや、女を待たしてるまでね。
何か作らせてるのか。飽きろてね。ああ、これだ。ありがとう。それじゃ。よっしゃ、あの財布すってやれ。くそ、あそこから戻れない。吸ってやるともう取る気満々やもんね。ハマキは相変わらずか。おお、上から。ほい。で、まさか。マジでこれ行くの？屋根から見えるぞ。行けるの？いや、行けんよね。乗った。おお、屋根から見て。誰だあいつ。あれあれ、ケイトじゃね。あの金髪は。ちょっと、あ、それで顔見知りなわけか。くそ、こっちは無理だ。本当に女を待たせてたってわけやね。あの財布を手に入れなきゃ。よっしゃ、ポケットの中だ。今がチャンスだ。どうやら時間が余ったよね。いいじゃないか。じゃあ二人でのんびり過ごそう。言葉で話せ。手を離せっつったんだ。うん、やっぱりそうか。逃げんじゃないぞ坊主。えらく遠くまで来たな。坊主じゃない、親が心配してるぞ。知るか、関係ない。そうか、喋りたくないね。腕は悪くない、センスもいい。おっさん、何一人ごとくっちゃべってんの。おい、誰がおっさんだ。だがテクニックがいまいち、動きがバレバレだ。あんたマジ大丈夫か。ふん、ずっと俺のことをつけてただろう。きっとちょろいカモだと思ったんだよな。だがそれはとんだ間違いだ。あ、おい。なんだよ。俺の財布。じゃあ警察を呼んじゃうか。呼べよ。きっと奴らはガキのケツを追っかけてる中年の観光客の方を疑う。お子ちゃものくせに機転が利くな。自分を守る手段だ。それにあんただって俺以上に警察が嫌いだろ。正しい。ガキ、財布。うん、こりゃ失礼。まったく。テクニックがいまいちだって。
よし。んじゃ、次の侵入。お、チャプター3。小さな侵入者。展開早いね。まあ、これぐらいのテンポが、結構嬉しいけどね。さあ、こんなところにロープがあるのはよくわからないが、まあ、侵入してくださいと言わんばかりやね。まあでも操作性はほんとちょっと上がってるんかな。さあ登って屋根から行くか。はい。意外とお宝はないね。はい。ああギリセーフ。ギリね。オッケー。それ取るんだ。ないね。よし、他にお宝はなし。じゃあいただきますか。これをでも求めてたってことか。20年前から。でもあのカーターだけはちょっと許せんな。これね、全くお前は。あらビクター、誰かと思ったらあなたの財布を盗んだコソドロさんじゃないの。無駄だ、もう観念しろ。そいつを早く渡せ。さ、指輪も。指輪って。カサリ坊や、何様のつもり。ただの薄汚いドブネズミが偉そうに。あなたには手を触れる価値も資格もないのよ。一体どうしまったんだ。相手は子供だぞ。捕まえて。逃げろ。逃げなきゃ。おお、あの時から何かと豹変する感じなんだね。危ない。よし。やっべー。それは斧あったもんな。屋根に向かってる。いやー、でも足取りが軽い。やばいやばい。急げ。離せ。やばいやばいやばい。さあ逃げろ。おい、くそ、こいつら誰だよ。前から止まるんだ。ダメか。そしたら、おい、くそ、こいつら誰だよ。本当にね、誰かは分かってないもんな。こいつらガキ。やばいやばい。今か違うね。待て待て、後ろか、後ろ向くか。あー、引っかかるね。いや、意外とあれだね、あの滑らかになったなと思ってたけど、挙動は大したことねえな。今まで同様変わらずって感じだね。こういうところとかね。おお、これを撃つ気か。ああ、ってなると
こっちに来たぞ。うっ、無事逃げ切れるのかな、この感じは。やめた。逃げろ小僧、さっさと消えろ。どういうこと、揉めたか。用済みになる感じだったか、サリバン自体も。今回は逃がさない。さうおー、やばい。おおそりゃそりゃ痛い。まだ捕まってません。通りますよ。失礼。あ、ごめんごめん、ベッドモール踏んで行ってしまった。俺と来るんだ。そっちか。お、サリーも逃げてるね。ほい。あ、やばい。いや、そりゃそうなるよねっていうね。そっちが行けないってなると、よしよし、懐かしいぞこの感じは全くつかみが反応してくれない感じがね。ここにいる。俺と来るんだ。待って、どこだ。そうなると、あー、そっちね。やっぱ行けなかっただけか、挙動で。おっと、これはこれは。おっと、大丈夫か。なぜ震えてる。目を閉じればいい。ちっとも痛くない。立て。無事か、ガキ。もう心配ない、ここは安全だ。食え。食わないなら俺が食う。何が欲しいんだよ。感謝してほしいかな。俺がお前を助けてやったんだ。そりゃどうも。何のために助けた。あんた悪党だよな。狙いがあるはずだ。お前なかなかのガキンチョだな。なぜあそこにいた。あのさ、おじさん、悪いけど知らない奴に言うか。まあそうだな、ビクター・サリバンだ。どうした、ここでお前が名乗るのが筋だろう。許そう。その代わり、その指輪が何か教えてくれ。うちの一族の指輪だ。だから取り返したんだ。フランシス・ドレイクから代々伝わったのか。そうだよ。こんなこと言ってがっかりさせたくはないが、ドレイクに後継ぎはいない。子供はいなかった。まあ、イギリスにいた奥さんとの間にはいなかった確かにそうだ。見せてみろ。おいおい、考えろ。俺がそれを狙ってるならとっくに取ってるだろう。
悪いな。なんて書いてある？パルビスマグ。シクパルビスマグナ。意味は偉業をなすのも小さな一歩から。彼のモットーだ。え？これは彼が世界を船で一周した後、1581年にエリザベス女王にもらった。そしてナイトの称号も。そんじょそこらで学んだ知識じゃないな。その年でなぜラテン語がわかる？アマさんに無理やり叩き込まれた。ああ、そう。つまり寄宿学校でか。まあよく言えばね。なるほどな。でさっきは博物館で指輪とアストロラーベをどうするつもりだった？こっちが聞きたいよ。奴らに雇われてんだろ。そらそうだが、俺は客が欲しいものを報酬をもらって調達するだけ。訳も何も聞かない、ただの仕事だ。かなり親しげだった。うん、まあな。とにかく俺はもうクビになっただろう。OK、 じゃあまず言っとくけど、あれはアストロラーベじゃない。実は暗号解読用の装置だ。ねえ、これ見て。世界一周の途中で東インド諸島を抜けるのにたった6ヶ月しかかからなかったって言ってる。ここからここまで。うん、だから？だからっておかしいだろ。彼の航海の腕は一流。かかっても1ヶ月だ。こんなの。何かを隠してたんだ。でかい何かを。例えばどんな？例えば女王からの極秘任務とかさ。その昔海に沈んだ財宝を見つける任務とか。山ほどの。それでかい。でかいだろ。でその解読機が肝心かもってわけか。そうだ、命をかけてもいい。来たな。だがマーローに取られた。でもこの鍵がなくちゃ役には立たない。つまり状況は五分五分か。今はねまだお前の名前を聞いてないぞ。まだそっちの狙いだって聞いてないからね。そうか、こうだ。お前は筋はいいが学ぶべきことも多い。俺と組むならいろいろ教えてやろう。サンキュー。でも俺は一人で大丈夫だ。ああ、だろうな。もう一度最初から始めようか。俺はサリーって呼ばれてる。ネイサン・ドレイク。ネイトだ。ドレイク。なるほど。俺たちの未来はすごく明るいぞ。偉業をなそう。おい、よし、消えた。よしっと。まいぞ。え？ったく、二三滴ちびっちまったぞ。サイ、少しは楽しめただろう。二三滴って。今のドンポジでサツが駆けつける。すぐに飛んだらするぞ。よし、まず一発殴らせろ。どうして打ち合わせ通りだ。いや、頭突きしただろ。ああ、確かにちょっと調子が違ったけど。ほら、リアルにやれって言ったのはお前だぞ、ネイト。映画デビューできるかもな。聞こえるか、奴らがそっちへ行った。絶対見失うな。絶対引っかかるって言ってる。でも偽物だっていつ気づかれるか。いつだっていい。ここからがお楽しみだ。さて、ヤッコさんのすっぴんでも拝みに参りました。なんでいつもそうやって油が乗っちゃうのかね。誰よし、行くぞ。急げ。やべ。ということで、今回はここまでしたいと思います。いやー、いい感じやね。なんか、映画さながらになってるけど、盛り上げが楽しいね。ということで、次回この続きからやっていきたいと思います。それではここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあ、またな。